内に来た、詰まった当たり、ファースト後方、ファーストのマキノンが取りました。ここはマキノンがうまく取りました。3アウトです。1回の裏ファイターズも無駄です。まあ、もともと不動のショートストップですからね。ここは鈴木健也いい反応、ピッチャーゴロでワンアウトです。素晴らしいフェーディングですね、ボールまでが早いですね、はい、1番センター長谷川、打ちに来た、サードうまく取りました、平沼です。ワンアウト、いやナイス打っていった、サードライナー、そしてランナーは飛び出しています。いやラッキーですね、ダブルプレー。まあ、でもセーブとしては、ね、動いて勝負をかけてますから、はい、まあ、バッターとしてはゴロを転がさない。バッターファーストゴロ、一塁踏んで二塁送球、二塁もアウト、ダブルプレーになりました。ありますね、高いバウンド、二遊間のゴロ、ショートが出てきた、滝沢、高いバウンド、ショートへのゴロ、うまい、うまいですね、ショートの滝沢落ち着いてますね、本当に高卒2年目です。逆方向レフトバック、松本も取りました、取りましたね、よく取りました松本も、いやー乾いた打球音、レフトへの打球かと思いましたけどね、センターへ、センターバック、江越が取った、ナイスキャッチ、同点止まりとなりました。さあサヨナラ勝利へ、ファイターズは2番マルチネスからの攻撃です。一二塁間セカンド外崎回り込んで一塁へ送球、一塁アウト、走ったんですもんね、すごいな、うわー、ちょっとグローブが見えないですね、出てきました、アウトです。ピッチャー返し、よく取りました、よく取りました、バッターショート取った、二塁へ送球、二塁フォースアウト、一塁セーフ、なんでショートが、ショートルーキーの児玉、いやースーパープレーです、本当に、いや今のはよくさばきました、ヒットだと思いますけどね、取ってからのショートへの送球、これを高め打ってショートライナー、曲がらなくてよかったですよね、はい、対角ではご覧の表情でした、当たりはね一番今日の今までのヒットの中でよかった、ね、ランナースタートを切って打っていった、セカンドライナースタートを切っていた浅村は戻れません、ダブルプレーになりました、ちょっとあまりいい気持ちがないと思うんですよね、初球これファースト抑えた、二塁アウト、一塁はセーフです、ここはダブルプレーは取れませんでしたけども、今日ファーストは渡辺義明です、はい、まあ、難しいところだと思うんですけど、まあ、よくセカンドで、ね、アウト取れましたよね、ファースト、アステリー、初球いった、レフトに上がっている、島内が掴んでこれでスリーアウトになりました、ちょっと難しい打球でしたけども、レフトへ打球は伸びていきますが、下がっていって取ったか、ちょっと右手を気にしていましたけども、レフトの近藤体を張ったいいプレーでした、はい、ナイスプレーですね、ネットに指を入れたのでそこだけちょっと今痛い感じはしたと思うんですけども、フェンスに足をね、かけた分だけ、まあ、クッションになったというんですかね、うまく取りましたよね、打ちに来たところセカンドが追いついた、一塁間に合いました、スリーアウトです、
ここは早川踏ん張りました。サードが取った、二塁アウト、一塁アウトでダブルプレーです。ヒットを打たれた後、5番のアストディーヨはダブルプレー。これ早川一番いい形になりました、はい。あ、まあね、今伊藤はよく難しいバウンドとは思うんですけども、軽くさばきましたよね、はい。三遊間のゴロ、深いところ取った高杉、一塁の送球どうだ、変なスライディング、アウトライスでショート高杉、ギリギリのタイミングですが間に合いました。シンデレもファイターフレルヘッドスライディングを見せたんですが、判定はアウト、ショートゴロ、受けたかと思いましたが、守備範囲も広いですし、まあ、取ってから の, その送球ですよね、はい。まあ、これちょっとね、持ち帰るのちょっとこうね、コントローラーもインサイドズバズバきます。今度も1、2塁か、おっと、ここファーストトング、ナイスピーリディングです、2アウトになりました。先ほどヒットを打った友杉、ここもかというコースだったんですが、ここはトングが阻んでいます。大膝でスライディングいきましたが、まあ、よく取りましたよね、ちょっとね、実行します。左中間に高く上がりました、センターの後方です、打球へ伸びていく、どうだ、いや追いつきました、センター中川圭太、ナイスプレー。最後は滑り込みながらちょっと仰向けになるような感じで取っています。深いところへの打球でした。でも緩やかには吹いているんで、伸びの感じは微妙だと思うんですが、見えてきているはずです。初球ライトの右、どうだ、今度はまだ追いついた、見れるか、どうだ、そこは戻ります。やっぱり言ってみるもんで、打球は飛んできますよね。ですから、ね、いい判断ですよね、本当ですよ ね、 ね、こういうことがあるわけですから、右バッターの打球です。宇宙艦ライト、高いところ、大きな当たり、試練とも言うべき打球が何度も上がりましたが、最後は救いました。亀一、今シーズン最長の8回を投げて3安打の1失点というピッチング、大ピンチをしのぎました。1対1です。入間の当たり、サード取った、宗、ここは素晴らしいプレーでアウトにしました。さすが宗、ゴールデングラブです。延長11回で決着つかず、依然1対1、12回ここは詰まっている、宗取ってアウト、最後はファインプレーでゲームが終わりました。延長12回の末、1対1、ゲームは引き分け、マリーンズもバファローズも今シーズン2度目の引き分けというゲームになりました。お互い一歩も譲らなかった、そして最後は守備のいいプレーでゲームが終わりました。素晴らしいプレーでしたよね、今のはね、まあ何か